はい、どうもこんにちは、ゆうさです。いつもありがとうございます。現在私のこのこだわりのザルパがですね、悟空とナッパだけなんですよね。はい、でまだまだメンバーが足りない、どうしようかなと思ってたところで、こちら、大ザルガチャが来ましたので、ザルパの方にですね補充したいと思います、大ザルを。はい、あんまり引かないと思うんですけど、みんなでも大ザルかっていうこのロマンの感じがもう大好きで、ぜひ引いていきたい。でちょっと実はまあバーダックチームさん知らないですけど、まあガチャでねすごい覚えたんで知ってますけど、知ってるけど知らないんですけど、ここのこいつらのところのパッシブのところの大猿化のところがね、時々大猿化になってるんですよ。でこれが前のこのバーダックチームみんな時々大猿化なんですよ。でここがこの今持ってる悟空が稀に大猿化なんですよね。悟空とか、ベジータ、ラディッツが稀に大猿化なんです。でちなみにうちのナッパはごく稀に大猿化なんですよ。だから大猿化の頻度が多分高いんですよね、この時々の方は。結構高いんじゃないかと。だからすごく欲しいですよ、これは。こいつらいっぱい入れてたらもう大猿のそのラッシュみたいなことが起こるんじゃないかという淡い期待がありまして、まあ、ぜひそれをね、ちょっと再現したいので、まあ、ドイツが出ても当たり。まあ、悟空の大猿以外だったら嬉しい。どれ出ても嬉しいですね。ザルパのメンバーが入りますので。はい。ということで、行きたいと思います。まあ、そう言って、大猿の、なんていうかね、大猿太陽の SSR が出てくれないのがこのゲームなんですけど、行きます。もう、ギリギリ頑張って貯めました。一応、このゲームやってはいるんですよ。ちょっとガチャで、やっぱりフェスとかでいいのが出なさすぎて、ちょっと萎えてて、一日のやる時間はすごい減ってるんですが、4つ。やる時間は減ってるんですが、一応やってはいます。カメハメ、鼻手も、虹にもならない。うん、もう、ほんま普通。でももうあんま関係ない、ここは。もうあんま関係ない。うん。パリッと来い。大猿は全部 SSR ですからね。さすがに、そこ引きたいところですね。守り、誇りの死守。ん？ああ。このネイルの残念感がすごいのよな、このゲーム。このガチャの。あ、フリーザいいね。いいね。どうなってんねん、この足と手のこの感じ。デスビーム。うん。クリリン、熱い友情。子供のトランクス。うん。まあ今んとこ、外れですね、全部ね。ピッコロさん。ちょっと防御系のやつも来てほしいといえば来てほしい。出た。出たよ、トテッポ。あ、出た出た。あ、出た出た。いや、ちょっと待って、嫌な感じやな。もう8体ぐらい来てるんじゃないの？ちょっと待って。ピー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 。あかん。やばい。大猿どころか、気配が全く、来い。ゴッテン。大猿どころか、うーわー。まあ、渋いですな。まあ渋いですな。もう大猿どころの騒ぎじゃございませんね。まあ大猿っぽいやつはここにいますけど、ちょっとだけ大猿っぽいやつはいますけど、もうしゃねえな。俺もね、ここでね、ちょっとテンションが下がっちゃうんですよ。なるべくまた頑張って貯めたいと思います。はい、ということで見ていただいてありがとうございました。